皆さんどうも橋本でございます。今日はですね、解説動画なんですけれども、いつもと思考を変えた、ちょっと回し技についての解説をしていきたいと思います。はい。で、このベースで一番魅力的なのが、この楽器をこういうふうに立った状態で、今やりますけれども、このように回すという回し技っていうんですけれども、これはお客さんには結構魅力的になりますし、見る人を楽しませる、エンター的な要素もあるんですけれどもね。で、今回は、それを、どういうふうに回し技を、すれば、うまくできるかというのを、一部検証を交えながら、今から説明していきたいと思います。で、回し技なんですけど、まず、2つの方向がありまして、1つは反、時計回りですね。このように時計回りと、でもう一つは今の逆のように反時計回り の, 2つの通り回し方があります。はい、で、どちらがやりやすいかっていうのは、人それぞれもあるんですけれども、例えば1小節間とか2小節間の間で、短い休みの間で回すというのであれば、右手がもうすぐこの弾いてるところからもうすぐスタンバイできるようなところが適切になりますので、でこの場合は時計回りの方が、適切だと思います。で、反時計回りは、比較的ゆっくりなテンポとか、あるいは休みが長いとか、そういう部分で、使われるとしたら、こちらの反時計回りで回すというのが、おすすめではないかと思います。で、反時計回りで回すという場合はですね、例えば有名な楽曲でいうと、プリンクプランクプルンクという非常に有名な曲があるんですけれども、これは裏板のこの、ちょっと回しますけれども、ここのあたりを、今ちょっとあまり音は鳴りにくいんですけれども、このような効果音を出して、その効果音を出した状態で、で右手と左手を使いながら、この反時計回りに回すという、そういう様子、回し技があるんですけれども、この場合は反時計回りで回すということになります。はい。で、続いてこの回し方なんですけれども、まず時計回りに回す場合は、まず表板にまず右手を添えまして、でそのまま勢いをつけて、今ゆっくりしてますけど回します。で、左手はですね、で思いっきり握りしめてしまうと、強く握りしめてしまいますと、絶対一緒に左手を回ってしまいますと、非常に無理な体勢になってしまいますので、左手は握らずに、ネックをもう少し開けた、左手を手のひらを開けた状態で、そのネックを中で、左手の中でこのネックを回すという、滑らせながら回すというイメージで回すと、相当回しやすくなると思います。はい。で、反時計回りに回す場合は、今度は右手が先に、今度は裏板になりますので、そのまま左手はもう同じ要領です。で、右手でうまく押しながら、で左手で中で回すというイメージで弾くと、これも相当弾きやすくなると思います。はい。で、反時計回りで回す場合は、右手がどうしても不自然、無理な体勢を取らないといけなくなりますので、早いテンポとか、短い休みの間でこの回すというのはお勧めしませんので、もうその場合はもう確実に時計回りで回せる、素早く回せると、こちらの時計回りの方をお勧めしたいと思います。はい。続いては弓を持った状態で回すんですけれども、でこれ弓を持った状態で回すときは、これはこれも僕の見解にもあるんですけれども、反時計回りはあまりはお勧めできません。どうしても、弓を持った状態で、この右手を無理な、こっちで立ちますけれども、無理な角度で回すことになりますので、右手が無理な形になりますし、で弓先が楽器に当たってしまうという危険性も若干ありますので、ね、その場合はもう、この弓を持った状態でやるには、もう確実に、時計回りの方をお勧めしたいと思います。続いては3回も4回も回すという方法なんですけれども、でこれはもう確実に、これは今時計回りの方をお勧めしたいと思います。で、まず、結構息をつけないといけませんので、まず少し楽器を、ここからまず若干反時計回りの方にまず思い切り振ってから、そのまま右手で息をつけて、はい、今4回ぐらい回したんですけれども、で、あとはもう少し気をつけたいという場合は、あとは左手を中でこのうまくぐるぐる渦を巻くように回しすると、勢いを殺さずにそのまま回すことができます。はい。続きましては、回した後のこの楽器の構え方なんですけれども、で回した後はどうしても普段のこの楽器
楽器を構えるときに対して、まああの勢いが足りなくて少し前になってしまったり、あるいは勢いがつきすぎて自分より少し角度が内側に来てしまったりとかしまして、普段の構え方より少し斜めになることがありますので、あります。で、一小節間が空いたとかで回し技をするとどうしても無理な体勢が生じてきますので、まあ、これを解消する方法は、まあ、これもいろいろあるんですけれども、で、まあ、このように右手を、まあ横板のところ横に添えて、ここで左手を使ってうまく同じようなタイミングで止めるということですね。でこれはもう回し技というのはなかなか普段やることはないと思うんですけれども、もしやる場合はもし一回実際に試しに回し技をやってみて、で角度が どれぐらいの角度勢いをつけるのかっていうのをしっかり皆さんそれぞれでしっかりシミュレーションしてやっていただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ざっとこんな感じで、まあ、検証を交えながら説明させていただきました。はい、で、まあ、こういう回し技っていうのは、まあ、本当に魅力的な技なんですけれども、まあ、楽曲によって、まあ、適切なものもあれば不適切な曲もありますので、それはもう状況に応じてしっかり判断していただきたいと思います。はい、でここで、まあ、注意というかなんですけれども、で回し技を行うときには、まあ、必ず、まあ、指揮者とか、まあ、周りに事前に了解をしっかりいただいて、その場合を行っていただきたいと思います。はい、で事前告知なしにいきなり本番でいきなりやるというのはもう非常に配慮に欠けた行為にも伝わりかねませんので、その点はしっかり注意していただきたいと思います。回し技の解説は以上になります。どうもありがとうございました。